はい、どうも、セイディです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況をやっていきましょう。今回ですね、ちょっと前に出した動画ですけど、2日前かなに出した動画で、おろくりなしで、おろくり啓蒙のチームに勝つっていう動画をね、出しました。で、南大さんのチームで、まあ僕のチームにこう勝ったっていう動画なんですけど、その内容がですね、バースがね、非常に活躍してたんですよ。で、動画撮ってる段階では気づかなかったんですが、バースがね、なんとね、3回もね、復活してたんですよね。で、なんで3回もね、復活したのかというと、南大さんね、ストライカーでオメガルガールを使ってるんですけど、オメガルガール、これね。で、オメガルガール、能力赤の効果が、味方1人に復活の、バフを入れるっていう効果があります。で、そのバフが、うまいことこのバースにかかって、で、バースが合計3回もね、復活してたんですよ。で、それによって、かなりね、戦況を変えて、結果的に僕が負けたんですけど、まあ、やっぱね、復活効果ってね、非常にね、でかいなと思って、まあ、今の環境のトレンドはね、やっぱ復活なんじゃないかとね、僕は思ってるんですよね。やっぱりオロチクリスがね、ものすごい超火力なんで、もうほぼほぼね、どんなキャラでもこうワンパンしていくような、まあダメージカット持ちは別ですけど、ダメージカットがないキャラをね、ワンパンしていくような破壊力を持ってるから、もうそれやったら、結果的にもうやられるんやったら、復活する方がね、絶対にいいんすよ。で、そう思ってね、何が言いたいかというとね、僕ね、ちょっとチーム見ていただいたらわかると思うんですけど、ゲーニッツを今、まあ試しにですけどね、ゲーニッツを戻してます。で、カイはね、ここにカイがいたんですけど、やっぱカイは、麻痺を入れれることは強いんですけど、まあ、オロクリが来てからもうほぼほぼね、活躍ができなくなったんで、まあ、ほぼね、ワンパンされて、もう2ターン目とかにいない場合も多いから、特に先制とか取られたら、もう初ターンにやられてることもあるんで、もうそれやったらね、結局もうすぐやられてしまうんやったら、復活のバフを入れてるこのゲーニッツとかの方がまだマシなんじゃないかと思って、まあ、昨日から試しにですけどね、この回をね、ゲーニッツに、してます。ほんで、このゲニにした状態で何回かこのアリーナバトル見たんですが、さっきの南大さんとの戦いで、まあ面白い戦いがあったんで、それをね、今回実況していこうと思います。まあ復活がどういう風にこう試合に影響するのかっていうのを、まあ見せれればいいかなと思って、それをね、今回流していこうと思います。では早速ですけど、そのバトルを、見てください。どうぞ。さあでは復活持ちのゲーニッツを入れることによってどういう効果があるのか見ていきましょう。まあ今のオロクリ環境だとね、やっぱワンパンされてしまうぐらいやったら、まあ復活持ちでね、バフを入れてる方がいいんじゃないかと思って試してますが、さあマキシマ、右側が僕ですね、左側が南大さんで、右側が僕で先制取ってるんで僕から攻撃してる状態ですね。さあエリザベートがシールド張って、このサナチョウがほんまにね、ダメージを取っていくので、このバースがでもね、ものすごい硬くて、一発目のサナギでも全然減ってないもんね。やっぱね、バースが非常に優秀だから。さあここはビリーカーンが S マックスキムに向かっていく、キムじゃないね、今真ん中の列か。さあここサイキ打って、さらにサナギ2発目、もう早速2発目打ってます。マックスデッキュー大暴走、カイがね、やっぱワンパンではないんですけどね、まあ、カイも、先制を取れば結構役には立つんですけど、ただ先制を取られるともうね、1ターン目に沈んでしまうこともあるんで、まあ、それを考慮すると、まあ、下位の枠は、まあ、ほぼほぼ何のキャラでもいいかなって、ね、思ってます。まあ、K ダッシュなんかもね、ありなんじゃないかと最近はね、思ってます。やっぱり炎の必殺、必殺をね、必殺ダメージを上げるっていうバフがあるから、まあ、K ダッシュとかも面白いですよね。さあ、ゲーニッツがもういきなりレッドリレーブでやられました。南大さんの反撃。S マックス、虫ケラアタックから、チャンコハン、マックス、鉄球大暴走。ビリーカーン、あ、サイキまた溜まった。このビリー強いね。あ、この今のね、今のオメガ ST でデュオロンにこれ復活がね、かかってるんですよ。バフがちょっと見にくかったんですけど、デュオロンに対してオメガ ST が作動してますね。これでデュオロンが復活確定になるんで、この効果がね、非常に強くて、まあ、南大さんのチームやと、ビリーかデュオロンか、バースあたりが復活するとね、かなりの、戦力になるんじゃないかとね、思うんですけど、さあ、そのデュオロンが、必殺を打っていく。あとやっぱマガキとかもね、ストライカーでいるから、すごい見栄えがいいよね、やっぱり。南大さんパーティーはほんまにね、悪役揃いでかっこいいですよね。そしてここでビリーバーによってマキシマがやられるんですが、ゲーニッツによって復活。いや、これがでかいね。マキシマが復活するのは非常にでかい。
バースが1回目の復活。さあ僕の件数ストライカーは先日赤に上げたばかり、結構ねこれダメージ入るんですよね。チャンコーハに対して4割ぐらい減らしてるんで、なかなかいいですよ。件数は、件数はねやっぱ割とおすすめかな。ストライカー能力としても強いし、場に参戦した時にダメージカットがあるから結構役に立つんですよね。さあビリーカン S-MAX ボーブン回してファイヤー。ビリーも強いね。やっぱビリーが今一番壁としては、一番信頼できるキャラかな。ヤシロよりもビリーの方が硬いね感じもしますが、さあサナチョ打って、ここでチャンコーハンの攻守交代が入る。再起は復活からのチャンコーハンも復活。南大さんのチームはよう見たらもうほんまに復活パーティーですよね。チャンもキムも復活するし、バースもね復活するし、割とこの復活キャラでまとめてるっていうねとこもありますが、さあ再起の後にビリーカンが来る。この固定ダメージもねビリー非常に強いからね。 S-MAX 砲脚ガードしてます。クリティカルガード入ってダメージが6000とかしかない。さあメテオバース、キムの火力がなさすぎる。さあ S-MAX、音量壁、この音量壁もなかなかダメージ取ってくるからね、やばいね。8000万のダメージか。さあ僕はここでチャンコーハンの攻守交代が入ります。さあラルフストライカーが出てきて、ジェットバルカンパンチで再起を削っていく。さあここは反撃していきたいところ。 S-MAX マキシマ、マキシマでこれで、ビリーはさすがにシールドはやばいですね。シールドというかもう踏ん張りを使いそうですね。さあビリーが打って、あこれも踏ん張った後やったんか。ビリーやられましたね。南大さんのビリーはやられました。さあ S-MAX 虫けらダック、マキシマ何発ですねこれマキシマの必殺の回転率がえぐいねほんまに。マキシマ打って、さあオロチクリスはサナギを破っていく。このマキシマ 4発目ね、また打ちましたね。これビリーじゃない、バースは2回復活したんかな。このサナギもループしてますよ。これで2回目かな、バースこれで2回目ですね。デュオロンは先行状態が、あと1回残ってる感じかな。さあゾロゾロと復活して参戦するのはマガキとナイトメギース。さあ悪役がゾロゾロと、レイジングストーム、デッドリーレブか、デッドリー打って再起を倒す。デッドリーで倒す。 S-MAX さあコスモ打って、ここチャン後半は鉄球大暴走。マガキとオメガルガールがねストライカーで出ていきます。さあチャンからの出た、オメガかっこいい、いいね、めちゃめちゃかっこいいねこれ。さあ対するマガキはめちゃめちゃダサいあの S-MAX はさすがにかっこいいとは言えない。さあファントムスフィア来たよ、場に参戦して打ってきますね。ファントムスフィアもう少しねなんかモーションがかっこよかったらねよかったけど。さあメテオバース打ってくる。バースも活躍してるよねやっぱり、金庫入れてるしね。さあゲンも音量壁、これは結構南大さんのチーム的にはデュオロンが、一番のアタッカーになってるかもしれないね。全体攻撃でクリティカル出たらめちゃくちゃダメージ取るんで、デュオロンとこの再起が、結構ダメージを取っていく役割かな。さあ僕のチームはビリーがビリビリになってまして、参戦したのはエリザベット。ケンスストライカーいいよ。さあこのダメージマガキはさすがにやばいか。マガキをストライカーで倒して、マックス鉄球大暴走。さあここは再起を倒したいところですけど、エトワールフィラントでシールド張っていく。あーオロチクリスが打たない、オロクリが復活したんですけど打たなかったね。これ打たんかったらだいぶやばいですね。オロクリが必殺打てないとやっぱね強いキャラではないんで、必殺がまあ超強いんでねほんまに。さあマックス、鉄球大暴走。チャンコハもしぶといね。バースはメテオバース打ってくる。さあこれでオロクリは2回目かな僕の復活は。ここでさすがにオロクリはやられますね。さあリオロも活躍してるよ、めちゃめちゃダメージ取ってくる。さあビリーがそろそろやばそうか、スキルは出ている、消耗スキル。さあビリーはさすがにおーコロリンコするんですけど、ここでゲーニツの復活が入るんですよね。これがやっぱねゲニ入れててよかったなって思うんですけどね。まあ回やったらこういうことにならないんで、もうやられてしまったら終わりなんですけど、ゲニはやられてからもこうやって味方を復活してくれるんで、まあそういう意味ではゲニ結構面白いかなってね思いますが。さあビリー復活した、ビリーが必殺を打って HP も回復したいところですね。さあエトワールフィラントでリオロに向かっていく。 S-MAX 必殺だ。試合がでもかなり長いですねやっぱり、復活をしまくってるんで。最近このマスター道場とかのね、あの R 道場とか見るけどね、まあ試合が早いからねこういう復活効果とか全然ないから、試合がもうサクサク進んでいくからね。さあこれバースを倒しました、2回目の復活、もうバースは復活できない。デュオロンは最後の先行状態かな。さあここは再起とデュオロンしかいないが、さあゲンも音量壁。さあストライカーがゾロゾロと出てきますね。今3人ぐらいがカットイン入ってましたよストライカー。まずはナイトメギース、デッドリレーブ打つ。さあ悪役ストライカーがゾロゾロと来た。オメガルガルも打って、
サバガキも出るよね。これおお全キャラストライカーがしかし再起は倒せない。全キャラ出ましたが再起はなんとか踏みとどまりますが、リオロの攻撃でやられます。さあこれは2対2ですよ。いい勝負ですね。ケンスストライカー出てくる。さあ全力の腹パンチでサッとナイヤー、おおこれデュオロンも倒しましたよ。まとめて倒したんですけど、デュオロンもこの、オメガルガールの効果によって復活している。で復活するからもちろん必殺も打てますからね。さあこれオロクリを倒しましたよ。ナンダイスさんオロクリを倒して僕はラルフストライカーが出てくる。この再起でデュオロンを倒さないと非常にヤバそう。サイスマックス虫けらアタックでデュオロンはなあ倒せないが、このスキルでなんとかフィニッシュ。いやなかなかのね激アツバトルやったっすよね、まあ、僕はゲーニッツを入れることによってマキシマとビリーがね復活してました。その効果によってやっぱマキシマがね、復活した後もポンポン必殺を打ったんで、かなりね復活の恩恵を受けましたね。で対するナンダイさんはオメガ ST によってデュオロンが復活してたんで、それで最後の一旦の戦いまでねもつれ込んだんで、やっぱ時代はねもう復活がトレンドということで僕の回の枠ですけどね、まあ自由に使えるといえば使えるんで、まあゲーニッツなり K ダッシュなりね、さっき言ったようにこの炎の、バフを上げる、K ダッシュなり、まあそういうね好きなキャラを一体入れるとかもね、まあ逆に言うとこのオルクリが強すぎて、まあそういうことも、できるようになってきたので、まあいろいろねこの編成の幅っていうのもまた広がっていくかもしれないですね。あとやっぱストライカーとしてオメガルガールはかなりいいよね。復活をやっぱつけれるっていうのはめちゃめちゃでかいんで、マスター道場で破片取れますからね。まあそこで僕も今取ってるんですけど、またこれが溜まってきたらね、オメガルガールの、ストライカーの魂ね、これ溜まってきたらまたこれ考えていこうと思ってます。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。